こんにちは、フローム埼玉です。今日は気になっていたこのお店、コッペ田島さんへお邪魔します。まずはマルコのやっちまった話からお聞きくだされ。こんにちは。こんにちは、フローム埼玉、マロです。マルコです。あいにくの梅雨空模様。いやいや、梅雨の中ではむしろいい天気。嘘、今降ってたじゃん。チラチラチラとね。それはしょうがない。はい、今ね、実は別に何かを食べに行こうとか、何かをしに買い物に行こうとかって決めてるわけではなく、はいはい、ただただ北本、熊谷、桶川、伊那、そっち方面にでも走ってってみるかっていう手でお家を出発したりして、途中用出しをしながら、今これはどこだ？これは今は吉見町かな。吉見町を走ってるところです。マルコさん、上の空なんです。はあ、なぜ？昨日、実はお友達と旅行に行ったの、で、楽しい楽しい時間を過ごしてきたんですが、よかったよ。たっぷり丸吉も行き帰りの動画を撮ってくれて、なんとその動画のフィルム、カードね、カード、上書きしちゃったの。あー、やっちまいましたね。フロム埼玉の、一押し残り3件の編集を残した3件分が丸々入ったカード、やっちまったぜだね。しかもね、めっちゃおすすめ店3件だったの。もう一回行くしかないよね。もう泣きそうなのよ。しょうがない。で、残ってるのが、携帯の中に撮った写真と、ちょっとの動画ぐらいなの。わかるよ。飲食紹介ぐらいの。それでうまく編集をするか。できないね。さ、やっと。いやいや、丸押し、そんなに否定しなくても。だってご紹介したいんだもん。ここからの3本、携帯に残った写真でお届けさせていただきます。いつもと違う感じになりますが、よろしくお願いします。動画を削除してしまったとつぶやいたときに、優しいコメントをくださった皆様、ありがとうございます。めっちゃめっちゃ嬉しかったです。そんなこんなの1本目、改めましてこんにちは、フロム埼玉です。県内に何店舗か展開が始まったコッペ田島さん、今回は本庄市にお邪魔しています。ものすごく可愛いお店、混んでます。メニューが外にも貼ってあるけど、あれもこれも欲しいと覚えきれないよね。どれも美味しそう。皆さんのお好みはどれですか？夏のコッペだっていいね。あれもこれも欲しいですね。焼いてるところ、動画欲しかったよね。落ち込みながらも頑張ります。店内は長蛇の列でも、待ってる間もワクワクよ。レジで注文してお会計をすると番号札をいただきます。呼ばれるまで待機する感じです。詳しいメニューはこんな感じ。お得なセットもあるのね。レジ前まで行くと焦って慌ててしまうので、予習をしておいてね。そんなのマルコだけ。ドリンクセットはありがたいね。息子ちゃんにメニューを送ったら、これがいいんだって。炙りチーズチキンカツ。マルコ、何がいいかな。あと少しだね。さて、順番です。息子たちのものとは別にいろいろ購入。カレーパンやピロシキも買いました。生クリームのフルーツも美味しかった。イートインできる素敵な場所もありました。コッペ田島さん、とっても良かったです。